オープニングからつっちゃうぞ、口笛イントロ。では前回に引き続き、行きたいと思います。口笛をね、笛をイントロを口笛で弾いて何の曲か当てるゲームとなっております。はい、ではコモの番、今回は、はい、いいですよ。じゃあよーいスタート。3音ぐらいしか分かんない今。待ってね。うん。はい。いや待って。3音ぐらいしか分かんなかったけど。はい。3音分かった？え、分かんないよ。はい。はい、ということで答えはエンディングでーす。はい、それでは始めていきましょう。からあげこもち。みなさん、ザーザーザー。はい、花巻こもちサークル代表の花谷真希です。副代表の小森ゆりです。はい、始まりました、花巻こもち。この番組は同年代の新人声優である私たち2人がサークル気分で趣味や娯楽を楽しむ雰囲気をお届けしていきます、今回から見始める人も大丈夫です。いつから見始めても、押し始めたらもうお子さんということでよろしくお願いします。お願いします。ちょっといいですか？はい、何でしょうか？口笛の件なんですけど。その件ですか？はいはい、全くわかりません。頑張ったよ。でも元々は弾けてたんだもんね。小学生ぐらいの頃は弾けてたけど、だんだん弾けなくなってあれに至るんだもんね。え、なんか久しぶりにやったんだよね、口笛。出てなかった。待って、本当に3音も、そのなんか3回タンギングしたなっていうことしか知らない。全部繋がってるの。うんうん、もう終わりじゃん。さあ、なんでしょうか。ま、ちょっとご慈悲を。もう一回だけですよ。最後だけですよ。いきますよ。最後だけですよ。ちょっと待って、最初も聞いてないのよ。まあ、エンディングでもう一回やるんだけどね。あ、そうね、もう一回だよ。うん。分からん。はい、分かんない。じゃあちょっとエンディングまで皆さん一緒に考えていただければと思います。はい、それでは花巻こもち最後までよろしくお願いします。花巻こもち。改めまして、こんばんは、花谷真希です。小森ゆりです。はい、もう8月の27日ということで、夏がもう終わってしまいます。もう9月からね、秋っていうイメージが強いけど、もうこの夏が終わりそうな中、これだけはやろうって心に決めてることとかってありますか？へー、あ、でもそういえばさ、夏っぽい選手権が、そうだよ、今募集しているので。はい、そうだな。でもやっぱりそれをもらわないと、まだ私たちの夏は始まらないわけ。そうそうそう、やっぱさ、提出までは夏だよね。そうで、ここで紹介してから夏が終わるから、うん、夏終わりましょうか。だから私たちの夏はまだまだ終わらないということで。そうそうそう、はい、私ね、まだ収録時も全然夏だから。そうなの、今回は2本撮りの。そうなんです、2本目です。なんか花ちゃんと、夏っぽいなんかしたいんだよね。夏っぽいってさ、何回かさ、この花子も通して夏というものを考えてきたけれども、見つかんないね。つかない夏って。確かに、つかみどころのない。プラネタリウムは？プラネタリウムって夏じゃない？夏じゃないか。涼みに行く的な。涼しいかもね、確かに。うん、そうだね、プラネタリウム。私のイメージでは冬のイメージかも。あ、冬？うん、なんか冬の雪の中、星を見る、天体観測みたいな、そう、イメージだったから、夏のイメージはないかも。夏といえばやっぱり海、海は行きたく海は海、山、山もちょっとねえ、全部嫌なんだけど。そうだ、夏はあんまり好きじゃないもんね。なんか夜に
あの肝試しとか、ね、もう本当にすぐそうやって私をさ涼しいし殺害しに来る涼しくなれるし、うん、肝試し行く行かない絶対嫌だ お化け屋敷は嫌だでも怖いんでしょ駒も怖いよ怖いよその駒が怖いよ怖いけど楽しそうだなって怖いです怖いと楽しいは共存できるからわかんないわかんないわかんないよゾンビは好きだけどちょっと怖いのは苦手なので、うん、じゃあ、うんうん、そうだ企画で行っちゃおうよもうあースタッフさんも連れてく道連れだ道連れそうしようみんなで行けば怖くないからねみんなで行けば怖くないそう、じゃあ私の条件としてはスタッフさんを道連れにする条件でお化け屋敷行きます一緒に行ってくれる行くよですってですって全部どうですかということでちょっと行けるのかちょっとね、うん、考えていきたいと思います、はい、それでは木々の皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います、うん、花子もネームカスコンさんからいただきましたありがとうございます、ありがとうございます花ちゃんこもちざわざわざわありがとうございます、はい、先日の夏作とのイベントでナチが双子の弟がいるので小さい時はよく一緒にサッカーや虫捕りをしていたと話していましたが、うん同じく双子の弟がいるコモチーは同い年の男の兄弟がいるからこそのエピソードはあるのでしょうか、うん、花ちゃんもお兄ちゃんの影響をいろいろ受けてるみたいですがそんなエピソードを伺ってみたいですということですありがとうございますありがとうございます、うんうん、そっかそうだよだってさこの4人の中で4人中2人が双子なんだよねすごいねなんか双子って意思疎通すごいって言うじゃんあそう、まあ、たまにね、うんなんか鼻歌を歌ってる時があって、うんうんうん、その歌ってる時になんか弟が部屋に入ってきて同じ鼻歌を歌ってたみたいなのは、たまにあるすごくないもうじゃあ考えることとか感じることって結構似てる感じそうだね考えは似てるかも性格は似てないんだけど、うん、なんか考えてることはたまに似るかもしれない、私さあんまりさ、うん、その双子とかまあ双子じゃないからさわかんないんだけどさ、うんうん、双子イコールザタッチさんが思い浮かぶのねあーでもわかるかも世代だよねああいうのはするのどういうのなんか幽体離脱とかしないの大好みじゃん顔似てないからあそうなんだでそうあのね男の子と女の子の双子は顔が大体似てないんだよ、うん、あそう女の子同士男の子同士だったら、うん二男性だっけ、うんうんうん、になることはあるんだけどそうだから全然顔似てないへえ。じゃあもうで幽体離脱できない幽体離脱できないんだそうあそこまでは似てないあの生物入れ替わってるになっちゃうからあなるほどねじゃあいいじゃん入れ替わってるゲームができるわけだやんなかったやんなかったやんなかったなんかさ双子ならではのさ、うん、なんかあこれ双子でよかったって思うエピソードとかってあるのよかったって思うのは、うん、でも兄弟あるあるだと思うんだけど、うん、学校とかで忘れ物をした時に、うん、教科書の貸し借りとかあそうかそうか違うクラスだったらそうだよねそう、うんうん、とか体操服とかも名字が一緒だから、うん、わバレないっていうのとかいいねかなでもそっかそっかでも考え似てたら一緒のもの忘れちゃいそうでそれはなかったいい補い合ってるじゃんすごいあとはね、うん、弟の部屋にはゲーミング PC があるの、うん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 、だから休みの日に遊ぼうって言って一緒に遊んだりしてる、うん、双子でゲームしてるのそうそうそうすごい仲良いいいな私もそういうなんか同い年の兄弟とかすごく憧れるかも双子双子ってすごいちっちゃい頃から憧れててさ、うん、あでもあったあのねちっちゃい頃、うん、お母さんが、お洋服作るのが好きで、うん、一緒にお揃いの服とか着てた、双子ちゃんで、ね、幼稚園の時とかにかわいいだってベビーカーとかもさ双子で乗ってるそうそうそうかわいいって思うもん横にシルバニアでも双子かわいいって思うもんいやちっちゃい頃ねかわいかったわかるかわいい、はい、私そうお兄ちゃんがいるんだけど、うん、お兄ちゃんと二人兄弟そうお兄ちゃんと二人兄弟、うん、お兄ちゃんの影響をいろいろ受けてるみたいですがどんなエピソードそうだ普通の兄弟だよ、うん、でもお兄ちゃんからは、うん、やっぱゲームの趣味、うんうん、まあ似てるかもおー
プッチンする系プッチンする系プッチンする系なんだ。プッチンする系ゲームは、うん、そうだね、お兄ちゃんとかお父さんの影響とかもすごいかな。じゃあもう先祖代々からそういう先祖じゃないか、うん、家系がそういう、そう、あの家族でね、そうそう、ちょっと共通の趣味は多いかな。あとはね、お兄ちゃんのお下がりをよく着てた、ちっちゃい頃。お兄ちゃんのお下がり着るんだ。そう、お兄ちゃんのお下がりじゃないと嫌で私。そう、あの幼稚園とか小学生の時は、うん、お兄ちゃんのお下がりしか着なかった。へえ。そう。いいね。そうなの。でもそんぐらいかな。うん、いや私はね、お兄ちゃんが欲しかった。そうなの？そう、お姉ちゃんなんだけど。やっぱりお姉ちゃんはお兄ちゃんに憧れるもんなんだ。憧れる。まあでも双子だからそんな変わんないけど。うん。うんうん、あんまね、なんか弟お姉ちゃんみたいな、うんうん、上下関係みたいなものはなくて、友達みたいな、そう、いいな、なんだけど、やっぱお姉ちゃんは欲しかったなって。そっか、うん、でも私は羨ましいよ、シルバニアの双子見て羨ましいもん。かわいいもん。シルバニア、私シルバニア青とピンクの服着たりとかしてた。してた。いいな。もう実写じゃん、シルバニアの。はい、はい、続いて、うん、あのね、ハッシュタグの、うん、花巻聞いてよのお便りがね、はい、来たので、ちょっと嬉しい。あ、シスター、シスター花巻、はい、お願いします。懺悔を聞いてください。 どっちがいいということで、どっち、どっちがいい、こっち、こっちかな。よし、じゃあ読ませていただきます。花コモネームドクさんからの懺悔です。シスター花巻こんばんは。こんばんは。懺悔します。懺悔。突然ですが、はい、女の人の髪型について、私はショートよりも断然ロング派です。うん、しかしロングはお手入れが大変、うん、ドライヤーも時間がかかる。そして夏は暑いなど、デメリットがいろいろあることも承知しています、うん。そういう事実を聞くと心苦しいのですが、それでもロング派だと答えてしまうことを、この場で懺悔させてください。おろし髪もいいですし、長い髪を生かしたヘアアレンジもやはりグッときます。他人からは見えない努力の上に成り立つ可愛さに最大限の感謝を。編み込みもポニテもツインテもハーフアップもサイドテールも全部好きでごめんなさい。そう。そうね、ドクさんはロング派、私はどっちでもいける。いける。私、そう、私あの女の子のね、ロングもいいと思うの。だけどショートの良さも目を向けてほしい。ちょっと少年っぽい屈託のない笑顔のショートカットの女の子を見たら、きっとあなたはショートカット派になるんでしょ。何を言ってほしいのこれは。でも私はロングもショートもどっちでも白米がいける派なので、まあドクさんの気持ちも分かりますが、ショートの子にもコモもね、ボブなので好きになってあげてください。はい、ということで、ね、本当に懺悔は許されませんでした。こんなんでいいのか。言っといてなんだけどさ、うん、初手ロング派の人の話、まあ、もう一枚やるので、もう一枚目もいいよ。はい、許されるといいですね。なかなか許しませんからね、はい。続いてキギネーム前髪にグミついてましたさんからの懺悔です。懺悔します、はい。自宅の近くに24時間営業のラーメン屋があるのですが、うん、たまに深夜にお腹が空くとそこに行ってしまいます。良くないなとは思うんですが、我慢できないことがよくあります、うん。こんな罪深い私でも許していただけるんでしょうか。なるほど。ラーメンは神様ですから、あなたがやっていることは神を崇拝することであります。ん？だから、うん、ラーメンはこれからもめでていかなければならない。急に外国。あれ、シスター、いっぱい食べなさい。以上だ。だ以上だ。はい、許されたのかな。はい、許されました。おめでとうございます。もうこのコーナー何許していただきましたね。全然許すよ、全然許すよ。
あ、じゃああれなんだね、アメリカン系シスターになるんだね。そうだね。ちょっと見えないかもしれないけど、ここに被ってるから。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、番組ではメールをお待ちしております。メールアドレスは、はい、花子もアットマークセカンドショットドット JP です。感想、普通歌など何でも結構ですので気軽に送ってください。よろしくお願いします。花巻小文字、続いてはこちらをお送りします。花子もサークル代表総選挙。はい、2回目ですよ。2回目です。ついに来ました。はい、サークルにはみんなをまとめる代表が必要ということで、うん、花子も内の代表を決めるべく総選挙という名の小競り合いを繰り広げていきたいと思います。現在は花谷が初代代表の座についていますが、はい、今回はコモが代表の座を狙って、うん、狙いに行きますよ。そうよ、今回で代表と副代表がまた変わっていくかもしれない。うんうん、現状維持かもしれない。そう、挨拶のざわざわもさ、こうやって締める人代表だから、うん、そうだね、私代表になったら長いかもしれない。酸欠状態になりやってるかもしれません。それでは決める方法はこちらです。はい、バラ巻きお答えバトル。なーになに、なになに、はい、サークル代表者を務めるには、うん、サークルメンバーから寄せられる意見や質問を迅速かつ代表迅速かつ的確に裁くスキルが必要です。うん、そこでスタジオにばらまかれた質問用紙を1枚ずつ拾って回答していきます。うん、ただしスタッフさんの判定により答えのクオリティが低いものはノーカウント。これに1人ずつ挑戦し、制限時間60秒の間により多く的確に回答できた方の勝利です。うん、次期花子もサークル代表の座に輝きますということです。はい、はい、もう60秒の間により多く回答していきましょう。なるほど。そう、質問の中にはね、ちょっと簡単なものだったりとか、うん、なんか質問なんか、なんでこれはこうなのとか答えがある感じのね。そう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 、ということで先行後攻を決めていきましょうか。どうする、どうしよう、じゃんけんする、じゃんけんする、じゃんけんする、いいよ、最初はじゃんけんぽい。じゃあ花谷先行で。はい、はい、それでは始めましょう。はい、よーい、スタート。え、ここにあるやつだよね。うん、よいしょ。目玉焼きは何をかけるのが正解ですか。醤油。お、醤油。わかんない。曇りのち晴れの場合、傘はどうすればいいですか。持ってこう。持ってこう。夜に爪を切っちゃいけないのは何でですか。爪深爪して血がいっぱい出て親の死に目に会えないから。なんで知ってるの。そういうの好き、すごいね。起きたら夕方でした、どうすればいいですか。もう一回寝ろ。丸なんだ。いろいろ聞きたいけどハズレ。なんだよ。なんでお化けは怖いんですか。よくわからないものだから。おお。何かいい一発芸ってありませんか。一発芸、一発芸。こっちこっちこっち。なるほどね、なるほどね、なるほどなるほどなるほどね。ね、なんでよ。なんでよ。何今のギャグ。どなたのギャグですか。藤原の原西さんっていう方のギャグ、最近見たんだ。そうなんだ。そう、なるほどね。一発芸でブンブンってある。はい、え、で結構答えたね。そうだよ、結構。ハズレ以外、ハズレがあったのね。いろいろ聞きたいけどハズレってあるんだ。あるんかいっていうね。ね。うん、冷たいよ。な、今の逆だった。うん、違う違う違う。では進行してよ。進行してよ。どこだ。はい、それでは、はい、解決できた質問数は、はい、1,2,3,4,5,6 6個。やったー。でも結構いいんじゃないの。60秒の間に6個だから、うんね、あ、でももうちょっといけたかな。確かにね、1問10秒くらい。そう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 、ハズレもあったもんね。そうなの、ハズレは含まない。でもすごい早かった。ちょっと
代表になりたいから頑張ります。うん、じゃあ負けてらんないぞ。6を超えれば、うん、コモが代表。あ、では始めていきましょうか。はい、では交代して、はい、よーいスタート。団子って4人兄弟じゃダメなんですか？いいと思います。わんぱく少年のわんぱくってどういう意味？わんわんぱくぱく。え、いいの？はずれ。蚊に刺されると痒くなるのはなんで？なんか蚊が痒くなるやつかけてんだよ、麻酔みたいな。いいか。犬がベロを出しているのはなぜですか？呼吸がしづらいからかな。そうなんだ、苦しんでんだ。あれ、眠くなるのはどうしてですか？人間の体力がないから。あ、やっぱりいいです。外れ。あ、また1個になっちゃった。よいしょ、ここにもあるよ。ある、うん。キリンの首が長いのはなぜですか？首が長い方が強そうだから。いいの？本当に。あと最後、なんで1年って365日なの？神様の気まぐれです。待って、終了。終了。すごい、秒数は余ったけど。え、思ってた？余ったよ。お、全部回収した。え、ちょっと待って、甘くないですか？あ、なんでだろうねみたいなのもいっぱい。ちょっと待って、じゃあ枚数数えて。枚数数えましょう。はい。うん、神様の気まぐれって書いてたけど、それは回答になるの？はい、うん、なんかさ、ハズレが結構あったんだよね。ねえ、ハズレ結構あったね。え、ちょっといい勝負かもしれない。では数えてもらって。ハズレ2個引いたのかな。ほんとだ。え、待って、勝てる？勝てるかな？勝てるよ。勝てるかな？お！お！解決できた。では、コモの回答数を教えてください。 1,2,3,4,5,6,7。 お！ 7個！やったー！ 7個ということで、今回の優勝はコモ！はーい！わーい！ちょっとさ、うん、大丈夫？いや、優しい。そうだね、うん、審議はあるけど、でもワンワンパクパクもすごい気になるけど。どういうこと？いや、なんか、そう、質問でね、ワンパク少年のワンパクってどういう意味っていう質問があって、うん、何でしたっけ？ワンパクの、ワンワンパクパク教えてもらってもいいですか？え、ワンワン騒いでパクパク食べる少年。違うと思う。でもピュンポンって言った。ピュンポン。甘いんだよ。犬の下。あ、犬の下は、犬がベロを出しているのはなぜですか？やっぱ舌が長くて息しづらいんだと思う。それ進化の途中でどうにかならなかったものなんだ。あれ苦しんでんだ、ずっと。でも犬がなんか舌を出してハーハーする時って、うん、落ち着かない時か、あと暑い時とか、ちょっとなんか、うん、興奮してる時、うん、に出してるから、多分息がしづらいんだと思う。まあまあ、それもあるかもしれないね。うんうん。でも犬ってさ、口で息できないとか聞いたことあるけど。あ、そう、鼻、うん、鼻は呼吸だよね。そうだよ。そう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 、だから体温調節とかね。あ、そうだね。そうそうそうだ。はい、というところで今回の優勝はコモということで、うん、花コモの代表はコモチーに決定いたしました。はい、で、花手には副代表ということで、はい、次回から花コモの挨拶はコモが仕切ってくれます。よろしくお願いします。はい、はい、以上、花コモサークル代表総選挙でした。花巻コモチー。お送りしてきました、花巻小町第9回エンディングのお時間です。うん、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌、感想、質問など何でも嬉しいです。ハッシュタグ花巻聞いてよも引き続き募集しておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、木々に水をやる花子もエールのコーナーには、応援してほしいこと、うん、励ましてほしいこと、叱ってほしいこと、慰めてほしいことなど、
相談内容とどんな風に言ってもらいたいかをセットで送ってください。はい、メールアドレスは花子もアットマークセカンドショットドット JP です。うん、たくさんのお便りお待ちしています。はい、私たちからのお知らせです。はい、オープンレックセカショゲーム部にて、うん、花谷真希の健やかゲーミングクラブ配信中です。8月の30日金曜日にコモとコラボで放送いたしますので、うんうん、ぜひぜひご覧ください。はい、続いて、オープンレックセカショゲーム部にて小森ゆりの引きこもりゲーム部屋も配信中です。こちらも今週のね金曜日に一緒に出るので、はい、ぜひ見てください。はい、はい、続いて、9月の14日15日横浜キーアリーナにて開催されるアイドルマスターシンデレラガールズスターライトファンタジーに小賀小春役として出演させていただきます。うん、こちらもぜひお返しください。そしてこの番組は各週火曜日配信です。次回の放送は YouTube セカンドショットチャンネルにて9月の10日火曜日23時からお送りします。はい、またアフタートークと前回の完全版アーカイブはこちら会員様限定で公開いたします。うん、ぜひこの機会に入会よろしくお願いします。お願いします。さあ、最後に、うん、オープニングの口笛イントロの答え合わせをします。待って、本当に1ミリもわかんない。でももう一回やろ。そうだね、うん、曲自体は2、3回やってほしいぐらいだけど曲自体は簡単だよ。曲自体は簡単、多分私が下手なんだと思うじゃあちょっともう一回、もうゆっくりで全然いいから、ゆっくり、うん、ゆっくりいきます。いきますよ。はい、わからん。結構長めにやったよ。ひょいひょいしかわからん音入ってるから大丈夫かな。ひょいひょいひょいはい、なんでしょうか。わかったよ。ひょいひょいだもん。わかった方いますか。あ、違う。ジャンルは、ジャンル、ジャンルは、ジャンルはかわいいそういう意味じゃないあの、J-POP とか、あの、童謡とか。童謡。あ、でも、そしたらケントついたかも。ついた？当てに行っちゃっていい？いいよ。犬のおまわりさん。違います違います。違うんか。待って、なんでそっち行くのえ、なんでそっち行くの。かわいいじゃん。ヒュイヒュイ言ってんだもんわかんないよ。来ない、答え。ヒュイヒュイヒュイって言ってない。ヒュイ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 そっちか、そっちか。ヒュイヒュイヒュイも合ってる。うん、うん、合ってないんかい正解は、正解は猫踏んじゃったです。嘘でしょ。ちょっと、じゃあそれを踏まえてもう一回聞いていい。はい、いきますよ。ヒュイヒュイヒュイそう、確かにそう言われてみればそうだけど、でも、ね、でもそれを踏まえて聞いても途中からわかんない、ね、音が鳴らないの難しいよ。ヒュイヒュイ、呼吸でやってたということで、またこの口笛チャレンジ挑戦できたら、はい、ね、これ回を重ねるごとに上達したらいいな。すっごい綺麗な音出たらどうしよう。ね、感動だよ。これもこれで味だからね。うん。ヒュイ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 。はい、それでは花巻小町、お相手は花谷真希と小森ゆりでした。またね。